よし、これで充電が、よいしょ、持ちます。今歌いそうになった。もうダメだな、もう。うん、よし、充電されたはず。これ日記のノートまた買ってくるの忘れちゃった。あ、買ってくるの、あ、そう、知ってるけど、もういいよ、それはもう。とりあえず買おうと思ったのにそれさえも忘れました。なので、なんかこれこっちにも裏写りしちゃうんだけど、だからなんか大きいやつに書こうと思います。今日はだから今日はそう、ロペの絵を、ロペの絵を描こうと思ったんだっけ。だからロペの絵を描きます。ロペとアキラ先輩の絵を今日の日記にしようと思います。どんなん、ちょ、なんかね、アキラ先輩は割と描けるんだけどね。 OK、 こう丸があって、で耳を描いて、で耳はピンク、かわいい。そいで、ここがね、機械みたいな丸があって、で、先に鼻くこ、ちょっと鼻をかい、あ、こういう鼻じゃないんだ、こういう鼻。あー、もう失敗した。泣ける。形が下手くそになっちゃったから太くしてごまかす。こうやっていつもね、絵日記書いてます。失敗しただの、なんだの言ってね。すごい下手くそなんだけど、大丈夫かな。誰、全然ロペ感ない。いいや、とりあえず次アキラ先輩。あ、茶色のクーピーを取っていただけませんでしょうか。ここにこうして耳と耳があって、ここはで、こう真ん中らへんこうなって、こうしてこうして、ありがとう。こぼさん。で、こうお口がありまして、で、
ここが光線入ってて、ここもね機械みたいな丸いのがあって、で、あきら先輩長く書いたからね、もうそれをカンニング、え、あれどこだったっけ、あ、こっちか、あ、そう、目がこういう風なんだね。で、これを色塗り、薄い茶色と濃い茶色、まあ頑張って分けるしかない。真ん中が茶色だよね。もう何でもない、今のも風にみんな何歌ったか分かっちゃいそうだから、もういいや、何でもないよ、みんな完全に他の歌がいい。こっちが薄く塗ってと、こっちも薄く塗って、で、あ、そうだ、あきら先輩顔の下なんか二重顎みたいになるんだ。で、書いてキラキラにして、オレンジで縁取ってと、てってって縁取って、今日の日付は9月の24よし、今日の絵日記完成。いつもより丁寧に描いたかも。はい、あ、でもほら見て、はいつもこんな感じで、ね、絵日記も5分も満たずに描いちゃうから、あれ5分も見て満たってるね、満たってたわ。今日の絵日記後であげまーす。いつもこんな感じで意外とねすぐ描きます。ちょっとねロッペがあんま上手に描けなかった。そう、意外とね、そう、お絵かき、なんかお絵かきばっかりしてるね私。まあお絵かきが好きだからあれなんだけど、あ、私の顔もいる？ここに？もうなんか入るかな？ちょっとじゃあいつもよりちょっとクオリティ高めっていうか、いつもよりちょっと時間をかけて。もう嫌だ、歌っちゃう。いや、すごい、この間さ大富豪で歌作れそうってちょっと喋ってた誰かと。大富豪イエーイみたいな、大富豪イエーイからの都落ちおーみたいな。めっちゃ考えてた、よ、都落ちみたいな。全然よじゃない、全然嬉しくないけど考えてた。だから今ね多分全然やね、最近大富豪できてないから多分今大富豪のコメント、よ、都落ち、よ、都落ちになってると思うけど、それはマリンの頑張って考えた大富豪ソング。書いてあると思う、よ、都落ちと。こんな感じのね服の色難しいんだよな。
宮古落ち。煽られてるのかと思ったら違う、全然ね、マリンが思いついた歌がよ宮古落ちっていう。確かに煽られてるように感じるね。ごめんごめん、煽ってない。マリンも宮古落ちして悲しいよ。でもよ宮古落ちって感じの歌は確かに煽ってる感満載だね。イエーイ、付け足したよ自分も。ほら、イエーイ、自分も入れといた。素晴らしい、めっちゃいい、やった、めっちゃみんな褒めてくれるじゃん。大丈夫、あまあまだね。今日の演劇でございます、こちら。上手？やったー。あ、絵本。でもショールームぐらいならできそう。紙芝居みたいな。でもな、話が思いつかないよ、私にはそんな紙芝居の話が。うん、あ、そう、大富豪宝くじの結果ね、見れるんだよね。まだ見てない、楽しみだな。開くの低い。ああ、じゃあなんか他にも焼こうかな。うーん、何の絵描こうかな。キュウリ、なんでキュウリ。メンバーね、この間の朝めっちゃ描いたんだよね。ホテルに置いてきちゃったけど、ちゃんとあの後の村と倉島に見せたよ。あれ、ティッシュどこ行ったっけ。あー、自分のキャラクター、ありがとう。自分のキャラクターか。自分のキャラクター、倉島よくガローさん思いつくよね。ああ、でもね、今755の背景も絵にしてるんだけど、その絵を描き直したさあるから、755の背景の絵でも描こうかな。え、スタッフさん来た？お、本当に？え、どこどこ？あー、クーピー落ちた、慌てた。あ、イベントお疲れ様ですって来てる、ありがとうございます。見てください、ちょっとね、毎日ブログでね、絵日記をしてるんですけど、今日の絵日記めっちゃね、可愛い感じにしてロッペとアキラ先輩と自分を描いてみました。イエーイ、ありがとうございます。そう、お絵描きとか好きですね。毎日のご挨拶ありがとうございます。坂本マリンでございます。
わあ、ありがとうございますって。あ、嬉しい。こちらこそありがとうございます。そう、頑張って、いつもね、頑張って書けるように練習してます、最近。ありがとうございます。そう、こないだ来てくださった時はね、ずっとエクササイズしてる時だったから。そう、エクササイズ中だったから、あんまね、アピールできなかったけど、今こういうアピールができたかな。はい。多分特徴的です。はいありがとうございます。イエーイ。もう一度エクササイズ。はい、みんなで一緒にエクササイズ。お、まだコメントしてくださってる。オリジナルキャラクターを作成する際はその人の個性を引き出して作ることになってます。おお、ね、そうだよね。そう、今ちょうど喋ってたんですよ。なんか自分がキャラクター、なんか自分でキャラクターを作るとしたらどんなキャラクターかなってね、そう思ってて、自分はでもよく怠け者に似てるって言われるぞと、動物の中では。あとはなんだろう、ユニットでなんか動物の曲もがあるんですけど、それではペンギンをよくやってます。あと目が離れてます。あとは動物っぽいところ、喋り方がよくね、夢の国にいるね、クマの黄色で赤い服着てる人に、着てるクマに似てるねってよくメンバーに言われます。あ、本当だ。これいつのだっけ？これあれですね。生誕祭の、生誕ティーの時のデザイン。下絵？出てきた。そう、お絵描きが好きです。そう、蜂蜜が好きなあの人、あのクマさんに喋り方っていうか、普段は結構おとり、普段っていうか、おとりしてる感じで喋ってるので、よく似てるね。怠け者もね、同じような部類じゃない、喋り方が。すいません。でも普段は結構公園とかはハキハキと喋ってます。そう、割とね、ハキハキしてると思う。滑舌はよろしくないけど、うん、そう、お刺身の妻が好きです。ここが変わってるポイントで、お刺身の横にあるね、大根の妻を好きで家庭よく食べます。ないところはご意見箱みたいなところに、スーパーのご意見箱みたいなところに書いて入れてます。うん、そんなとこですかね。うん、で続きのお絵描きしようかな。じゃあそう、ご意見箱に入れちゃう。あ、こっち。何書こうかな。あとなんだろうね。旧理解に入ってるから、カッパの絵でも書こう。カッパの絵。なんだろう、じゃあ自分が好きななんか食べ物とか食べてる絵描こうかな。ちょっとクーピーがピンク、ピンクじゃない、肌色の、あー、あれあれ、どっか行っちゃった。まあまあまあ、我が家にはいっぱいクーピーがあるので、一つクーピー、あー、ここからも肌色が取られていた。肌色のなくしすぎでしょ、私。鉛筆削りがあったら新しいやつあるんだけどさ。こっちは肌色。あ、え？肌色のクーピーが落としてどっか。あ、いた、肌色。わー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 、いろいろ落ちた。ママが取ってあげる。すごいさ、隙間に入ったって取れないんだけど。取ってあげる。はい。ちょっと、そして肌
買いました。あ、取れた。ありがとう。じゃあ自分の顔を大きく描くと大変なんだよね、塗るのが。まあいいけど、薬飲んでるけどね、なかなか花粉には勝てない。何にしよう。自分をとりあえず描いて、好きな食べ物食べてる絵か、ショールームしてる絵か、何がいいと思う？やっぱショールームしてるか、オッケー。ショールームしてる絵だから、こうね、マリンがこういて、ここにこうやって描いてと目を描きます。そして笑っといて、で、ひっくり、ひっくり、うわ、で、ひっくり、ひっくり、わーい。なんか大きく描くと前に下手くそだな。ちっちゃく描いた方が可愛く描ける。もう何でもそうか。で、みんなのお星様がこの辺に溜まっといて、水色と紫とあとオレンジ、オレンジね、オレンジ、オレンジ。あ、下に置くなった。オレンジと赤、黄緑、なんかいろいろ色あるね、色と黄緑と飛んでくる瞬間の人も書いとこう。こうやってこの辺から横に来る。で、こうね、枠があって、枠がこうあります。こんな感じかな。で、みんなのコメント。3分伸ばすの？あ、そう、多分ね、よ、なんか3時間経つと自動的に切れるから、3時間ぴったりやりたいから、切れるまでやりますね、今日は。で、みんなの名前、何々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 と。
そろランキング読む。本当だ、ランキング読む時間だ。書き終わるかな。ランキング読みます。13位、チョベットベッカムさん。チョビットだった、チョビットベッカムさん。ん、あれ13位じゃない。13位、エチゴパワーあとよかったさん。12位、チョビットベッカムさん。11位、島風あとみよまる神尾さん。10位、岸海生さん。9位、シューあとやったねさん。8位、ハッチあとエブログは心の癒しさん、ありがとう。7位、サクさん。6位、ヒロアットやったねさん。ちょっとめっちゃ鼻水出そうになってきた。やったねさん、ちょっと待って、先にかぶれ。うーん、つらいよ。はい、5位、サトレイダン。マリンちゃんがいっちゃんかわいいよ、やったねさん。4位、なりゆきやと今日も一日お疲れ様、おやすみんとーさん。3位、スーさんでーす。あと、ラブマリンズでーす。3。2位、タピアと赤は、あー、わい。タピアと赤あかり、青水マリン、キマキコ。言いにく。タピアと赤あかり、青水マリン、キマキコ。はい。3。1位、トシ君、あと、ラブマジ、トシ君、あと、ラブマリンズ3。ありがとう。ありがとうございます。なんだろう、みんながよくね、ガローさんとか細かく書けないね、こんなガローさんのアイコンっぽいやつとか書いとけばいいか。ここに、ここにね、ガローさんのアイコンとかね、ガローさんっぽい人がいれば大丈夫。うん、めんどくさいから全員ガローさんでいいかな。みんなガローさん、みんなガローさんのアイコン。ちょっと何が一番書きやすい、何って。よし、あ、でコメントは何がいいか。ハートが、なんかハートが来ましたみたいなやつが一番ね書きやすいから、ハートかける10みたいな。あとだるまかな、だるま、だるまの絵って難しいね。だるま、待って、みんなだガローさんに着替えてるじゃん。さっきまでだるまね、投げてくださったから、じゃあだるまの絵を参考にしようと思ったのに。痛い痛いだ。まああとは分でいいや、適当にこんな感じでと。で、あとここに名前、ここに名前がこうあって、坂、あ、緑だった。まあいいや、坂本まーりん、ここ SKE48、 ちょっと長いからいいや、チームですわ。で、ここに何人が見てくれてますってやつ。今の人数でいいかな、今の人数4972人、ありがとうございます。で、ここに青いこうね、ステージゾーン、ステージというかお星様ゾーンみたいになって、その下にもね、まだみんなガローさんとかがいっぱいいるんですよね。そこが一番描くの大変そうか、後ろの光。で、思った、そろそろ出来上がらないと配信が終わっちゃう。オレンジ、オレンジ、オレンジ、まあこんな感じだ、簡単に描くと。で、青いこのね、みんなね、壇上の、壇上の壇、ん、壇上の何壇、お、こうなってるんだね。ここがね、こう1位の人が乗るやつと2位の人が乗るやつとこうあって、まあこんな感じですね。ちょっとみんなのちょっとね、単純に上がってる人の描く時間ないから諦めます。この
この辺も適当に青く塗っといてと。はいはいはい、急いで描いた。はい、できた。こんな感じじゃない？あ、この辺にも人いるんだね。黒い人。そろそろありがとう。